こいつは長くなりそうだぜ。まあ、長いんだけども、十分。こいつ呼んだらワンチャンありそうだよね。こいつは絶対死ぬ前提でやれば、いけそうだよね。か。でもこのね、作戦良いですね。ねえ。いかん、こいつが削られなければワンチャンある気がする。いいぞいいぞ、味方今回運がいいかもしれん。やばいやばいやばで、やばいやばいやばい、とりあえずロジュエルの近くに行かせなければ、こいつができるだけ行ければいや生きた方でしょこれやっぱ落ちる。半分だったからかなり頑張ってる。おお、頑張って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 る。より確実にいい感じ。で、3回攻撃。頑張れ。ちょっと待ってね。おー、今回いけるんじゃない？今回分からんといけるかもしれん。出た、その3回攻撃やばい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 、そのナイフずるいだろマジで。おそれずるいそれずるいやばっ、ちょっと一緒やで、待て、やだ、いけいけ、レモコンも、やだおー来た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 ー、こんにちは、妖怪派です。マルギットを7時間かけてようやくクリアしました。僕が使ったのは今回君主軍の直剣とこの盾なんですけど、この2つはこのマルギット戦の
前のこっちの兵士が全部落としますね。あ、ちなみに装備とかも全部この兵士から追い剥ぎしました。まずこの敵倒すじゃないですか。今プラス5だから強化されてるんですけど、縦受けとかはこの戦技使ってやると2つ目くるんで、ぜひ使ってください。で、ここで経験値稼ぎしたのと、あとこの花が手に入るんですよね。この花ってマルチピレーとかで使う、まあ、ちょっと漢字読めないんですけど、指薬とかいうやつなんですけど、これなんか、まあ、他の人のサインがね、まあ、見えるようになるアイテムですね。これ結構マルギット戦で使うと思うんで、だからここで周回してたと思いますね。ちなみにこの花は4箇所ありますね。あ、ちょっと敵、その辺の敵倒しながらやるんですけど、ここで2個目、花2個目ですね。で、敵なんかここら辺10体ぐらいいるんで、敵を倒しながら。で、ここで3個目ですね。4個目は、ここにあるんですよね。4つまで取れるんですよね。まあ、こうやって、花回収しながらレベル上げして、次に盾も落ちるといいな、みたいな感じで、経験値稼ぎをしてました。で、これ、戦技がね、盾受けを崩すやつなんで、この直剣おすすめっすね。まあ、そういう感じで、ここら辺の敵を倒しながらレベル上げた感じですね。で、盾がね、なかなかドロップ率低くて、直剣はなんかすぐ落ちたんですけど、なんかま、経験値、貯めながら、この盾を入手すると結構、楽ってわけじゃなかったんですけど、まあ、難易度がちょっと落ちますよっていう感じですね。これはちょっと気合と根性でクリアしたんで、参考になればと思います。以上です。では。